ミッチェル・リン・ガーバーは、アメリカ合衆国ニューメキシコ州アルバカーキ出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のミネソタツインズ所属。愛称は、ガーブソース。2013年の MLB ドラフト9巡目で、ミネソタツインズから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、エリザベストンツインズで、プロデビュー。 56試合に出場して打率2432本類が30打点を記録した。2014年は A 級シーダーラピッツカーネルズでプレイし120試合に出場して打率29816本類だ79打点7盗塁を記録した。2015年は A 級フォートマイヤーズミラクルでプレイし127試合に 出場して打率。245、4本塁打、58打点、5盗塁を記録した。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2016年は、A 級チャタヌーがルックアウトとトリプル A 級、ロチェスターレッドウィングスでプレイし、2球団合計で117試合に出場して打率。270、12本塁打、74打点。 に投類を記録した。オフには2年連続でアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。11月18日にはルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年マイナーではトリプル A 級ロチェスターでプレイし、88試合に出場して打率。232、17本塁打、45打点。 に盗塁を記録した。8月19日にメジャー初昇格を果たすと、同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは23試合に出場して打率、196、3打点を記録した。2018年は聖保守として起用されるようになり、103試合に出場、打率、268、7本塁打、45打点を記録した。 2019年5月14日のロサンゼルス・エンゼルス戦において、守備時に本類クロスプレーで大谷翔平と交錯して、左足を負傷。半月ほど離脱した。出場は93試合に止まりながらも、打率273、31本類が67打点、オプス995の成績を残し、シルバースラッガー賞を受賞した。 2020年はこれまで付けていた背番号18を、この年新加入の前田健太へ、譲り8へ変更した。ありがとうございます。